はい、島崎ですこんばんはというわけで、えっと、ギターアタカ浩二さんとコントラバス服部正則さんとトリオの、えっと、レコーディングが月末にありましてそれのリハでした、うん、間違いないです <laughs> めちゃめちゃ良かったですよかったーー、まあでもまだな 本番取り終わわってみなないとかからんからん <laughs> あの私が最近ここの動画でなんかあのいやここの動画でその言葉を使ったかどうかちょっと覚えてないけどその今その皆さんに相談にあの乗っていただきながらこの案件に関しては進めてましてでその相談するときにあの 今までのやり方が間違ってたから大勢に届けられへんかったんやって私は感じてるって。でも、デューズさんは今までのやり方をあの肯定してて、そこで葛藤してるんやっていう感じの、あの、えっと切り口っていうかな、相談乗ってもらってたんですけど、でも今日やって感じたのは、 今までのやり方が間違ってたから大勢に届けられへんかったんやっていうのが間違ってる <laughs>。今までのことと、さらに、プラスで音楽っていう土俵に上がりたい。その時に、その時に仲間が欲しかった。という。 話でしたね。って思ったんです。<laughs> ありがとう。<laughs> ありがとうございます。大変嬉しいです、まあ。あんまり未来のこと考えるとまたこっちゃんとはぐれてしまうから、こっちゃんっていうのは私の体に入った生命です。<laughs> でもちょっと未来のこと言いたいねんけど、この音源に関して、 今までよりも大勢に届けられたらメイクルゲインのレコーディングもすごくやりやすくなるしメイクルゲインやっぱすごい長い年月かけてやってきてるから一番いい形で一番いい時に出したいんですよねだからそれのこう段階としてすごくいいなって思ってます <laughs> このトリオのライブが12月 20日金曜日にキ祥チジョージマンダラ2で決まりましたんでぜひぜひ日程開けておいてくださいませそれと同時にメイクルゲンの B 面のレコーディングの準備も楽しく進めていきたいと思います本当にいつも皆さん応援ありがとうございます今日の報告は以上でございました皆さんもぜひ落ち込んだり復活したり 楽しんでくださいませ。さよなら。